失礼します。改めまして、おはようございます。<laughs> 中高一貫講習の黒川でございます。えー、ただいまより、前のパワーポイントを使いまして、本校の教育内容、それから昨年度の入試の総括についてお話をさせていただきたいと思います。40分程度でお話をさせていただきたいと思います。少し長丁場になりますが、お付き合いください。よろしくお願いいたします。 さて、本校はですね、7年前に、あの、姫路市初めての、え、男女共学中高一貫校として出発しました。え、今年、え、1期生を無事に送り出すことができまして、そしてですね、えっと、7期生が入学して、あの、現在は、えっと、3学年、え、そして中高一貫で考えますと、高校まで含めて6学年の生徒が、え、元気にこの校舎で学んでおります。 本校はですね、中高一貫校ですので、中学生は中高一貫コースに所属することになります。高等学校に入りましても、よく質問されるんですが、高校3年入学の例えばスーパー特進特進コース、総合進学コースの生徒と同じクラスになることはありません。 えー、中学校の間での進度が、えー、他のコースとは異なりますので、えー、60人、えー、2クラス、えー、その中で文系理系に分かれるというような形で6年間2クラスの中でクラス替えが行われていき、他のコースと混ざる,混ざることはございません。 また、中学校から高等学校への進学に際しては、よほどのことがない限り、改めて入学試験を受けていただく必要はございません。いわゆるエスカレーター式に上がっていただくことができます。このような中高一貫システムをとっているのが、本校の特徴の一つです。さて、中学校の在籍数ですが、3学年定員180名、180名を超える定員の生徒が、今、 え、本校の方で学んでおります。え、このように、えっと、現在の中学1年生は63名。え、男女比見ていただきますと、まあ、十分に教学で、えっと、学んでもらえる環境が整っております。さて、本校の教育の特徴ですが、大きく4つにまとめることができます。まず1つ目、え、一人一人に目が届く、きめ細やかな教育が、本校の教育の特徴の1つです。 さらに、十分な授業時間に加えて、補修、自学自習を活用することによって、基礎基本を抑えた上で、難関国公立大学に無理なく対応できる学力を育成しておいております。さらに、これからの大学入試で必要な思考力、判断力、表現力、そのような力を身につけていくため、本校ではキャリアフロンティアを通じて、学校長が先ほど説明いたしました、考えるを学ぶ教育を徹底的に実践していっております。 そして、グローバル化する社会の中で、キャリアフロンティアとこの国際交流プログラムを通じて、本当の意味での高いコミュニケーション能力だけではなく、国際社会の多様性、ダイバーシティを理解した真のグローバル人材を育成していくという、この4つが香港の教育の特徴です。 一つ一つ少し見ていきたいと思います。まず、あの、本校は、え1クラス、え定員30名、えー、2クラス60名編成ですので、我々教員は一人一人の性格、生徒の性格をしっかりと掴んだ上で、きめ細かい指導を徹底しております。まあ、このようにですね、あの、公立さんでしたら、え理科の実験、顕微鏡の観察なども、人数も多い、機器も少ないということで、待たされる時間が多いんですが、本校ではそのようなことは全然ございません。えー しっかりと一人一人が充実した教育環境のもとで教育を受けることができております。また、このきめ細かい指導を徹底するためにですね、例えば英語の時間、英語は週6時間あるんですが、そのうちの1時間英会話は、ここご覧いただきましたらわかります通り、クラスをそれぞれ半分に分けます。 30名定員ですので、15名程度に分かれて、話す、聞くっていう、これから必要な能力っていうのを十分に学んでいただける機会を保証していております。 また、数学の方も、週6時間のうち2時間は、こちらのように2クラスを3つに展開していきます。いわゆる、修熟度別授業というものでして、アドバンス、スタンダード、ベーシックという形で、それぞれの、その時点での到達度に応じて、上位の生徒をさらに伸ばし、下位の生徒を引き上げていく、このような教育を徹底していっております。本校の時程の方を少しお話しさせていただきたいと思います。 本校の、え、現在はですね、コロナで、えっと、時間を少し変えてはいっているんですが、通常はですね、本校の教育なんですが、まずは、え、このように、8時15分から朝の学習、朝の学習の時間が始まっていきます。ドリル学習をやったり、日によっては読書をするというような時間を設けております。 また、放課後ですけれども、月曜日、水曜日、土曜日については、部活動の時間を設け、そして、7時間授業のある火曜日、木曜日、金曜日は、自学自習の時間を設けております。 まあ皆さん自学自習と申しますと、え生徒たちが勝手に勉強しているだけという、そのようなイメージがあるかもしれませんが、本校は自学自習の習慣がしっかり身につくように、中学生にはこのように東洋ライフというですね、学習計画帳兼連絡帳を持たしております。これは本校の教員の手作りで半年に一冊持たしているんですが、この東洋ライフを使ってその日の自学の計画を立て、そして自分でどのくらいできたかという自己チェックを行います。 そのチェックし、自分の反省を変えたものを翌日担任の方が、もう1時間ぐらいかけて徹底的にこれにコメントを与えていき、チェックをしていきます。このようにして、我々が目指すものは、自分が得意なものをさらに伸ばしていき、弱みを自分で見つけてそれを克服していく。 いわゆる中学生内の社会でよく言う PDCA サイクル。これを確立させることによって、一人一人にあった学力を確実に向上させていくという、このような学習プランで持って、日々の教育を進めております。また、この自学自習の時間と並行して、我々は十分な補習と、そして上位者のための講習も設定しております。 まあ、全員が全員、やはり自学をやりなさいと言っても、まだまだ基本的な学力が身についてなければ、自学をすることもおぼつきません。そこで、放課後の自学と並行して、まずは基礎力を確認のための補修。これを中学1年生段階から徹底して行っていってます。さらに、成績上位者については発展的な講習も実施して、このように先ほど申しまして、きめ細やかな学習を徹底的にフォローしていっております。 また、長期休業中にも、午前中4時間の補修。え、今年はコロナの関係で夏休みは実はほとんどございませんで、補修ではなく授業を行いますが、例年の長期休業、夏休み、春休み、冬休みには、午前4時間の補修を設定していっております。 そして8月中旬には、ちょうど例年でしたら夏休み、8月の初めから中旬お盆明けぐらいまでは夏休みになるんですが、その夏休み明けの学習習慣が少し乱れたかなというところで、学力強化習慣を設定し、午前4時間の補修に午後の自学を加えて学習内容を、学習習慣の立て直しを図っていっています。 また、高校1年生では、大学入試に対応できるだけの家庭学習習慣を身につけるために、学習合宿を実施しまして、このような自学自習の習慣、これを徹底するっていうことを図っていっております。おかげさまでこのようなですね、学習の成果が現れたためでしょうか。1期生のですね、 えー、大学合格実績なんですが、ご存知の方も多いかと思いますが、えー、卒業生、えー、実は60名定員のうち、帰生は44名だったんですけれども、この44名のうち国公立大学に16名が合格することができました。 えー、特にですね、推薦栄養入試というところで、東京大学、名古屋大学等の大学、それから国際教養大学っていうような、まあ、公立の中でおそらく日本で一番難しい大学だと思うんですけれども、このような大学に、えー、合格実績を収めることができています。これはですね、これまでのいわゆる旧来型の知識機能を重視する授業に加えて、この後お話しするキャリアフロンティア国際交流プログラムの成果が、このような結果に結びついていると考えられます。 また一般入試でも大阪大学、岡山大学、広島大学というような、このような大学、また地元の兵庫県立大学には複数の合格者を出すことができました。 そしてですね、私立大の方ですけれども、えー、本校、あの、東洋大の付属ですので、付属を推薦入試がございます。えー、そちらを使って2名の生徒が東洋大学に進学し、また関東圏のいわゆる総計上地 G マーチっていうようなグループに属する大学であるとか、関西の関関同立参勤交流という大学にこれだけの合格実績を収めることができました。 ただですね、これからの大学入試を考えて、そして社会で要求される能力を考えていった場合には、このようにいわゆる知識技能だけで生きていける世の中ではなくなってきております。こちらの図をご覧ください。あの、お父様お母様方が生きてこられた、まあ成長してきた社会、20世紀の社会というのは、いわゆる経済成長っていう明確な目標がありました。正解がある社会だったんです。 その中に、いかに早く正確にたどり着けるか、計算をいかに早く正確にやるのか、っていうような能力が求められた社会です。いわゆる情報処理力がいかに早いかっていうのが求められる社会だったんですね。えー、我々はこういう社会、まあおもちゃに例えると、いわゆるジグソーパズル型の学力が必要だった社会というふうに申しております。ジグソーパズルというのは、完成形がありまして、そこにいかに早くピースを入れていくのか。 この力が求められるわけなんですが、21世紀、お子さん方が今生きている社会というのはですね、文字通り、今回のコロナの対応などに見られるように、正解がない社会、成熟社会になっています。その中には正解はありません。みんながこうだと納得できる納得会をいかに紡ぎ出していくのか、こういう力が必要になってきます。学力、おもちゃで言うと、レゴ型の学力と言っていいでしょう。 いろんなピースがあって、それをレゴっていうのは無限に形を作り上げていくことができます。このような学力をいかにして身につけていくのかということが、これからの学校教育に求められている課題の一つです。そして、我々が重視している力、これは自らの道を切り開いていく力、いわゆる自主性主体性というものでして、このような自主性主体性を含めた思考力、判断力、表現力、 主体性、多様性と協調性というものが、これからの、いわゆる大学入学共通テストから始まる大学入試で要求される力になってきております。旧来型の、いわゆるセンター試験は知識、技能だけで解けたのが、このような新しい学力が必要になってくる。そういう学力を身につけさせるため、我々が重視しているものが、いわゆるキャリアフロンティアと呼ばれる教育、そして国際交流プログラムです。 キャリアフロンティアはですね、どのように進んでいくのかと申しますと、実は本日もこの説明会の前に私、中学1年生とこの姫路研究の説明をしてまいりました。今年はコロナの関係でスタートが遅れておりまして、今日からこの中学1年生姫路研究に取り組んでいっております。我々がまず重視するのは日本を知る、地域を知るという力です。国際社会で生きていくために日本人が一番欠けている能力、地元を知らない。 自分の国を知らないということです。まずは自分の国をしっかり調べよう。自分の地域をしっかり調べよう。そこで姫路から始まり、神戸、そして富士山、えー、京都など、えー、その他広島、沖縄等ですね、日本の各地にこの地域研究はを広げていきます。さらに我々が寄って立つ国際社会で一番必要なものといえば、やはり平和。 というものをいかに尊重し、これを、えー、増幅進させていくのかという能力だと思います。この平和学習として我々は人類最初の被爆地、広島を訪れ、そして中学校の修学旅行では沖縄を訪れる。そしてそこで現地の方との交流を通じて平和について沖縄と我々の思う平和がどう違うのか、また国際社会で見る平和がどう違うのかということを学んでいきます。 さらに、この、えー、災害が頻繁に起こる日本の中で、自分の命をいかに守り、そして他人をいかに助けていくのか、自助・共助を学んでいくために、震災防災学習というものにも中学1年生から取り組ませ。この学習を通じて、協調性、思いやり、こういった能力というものを我々は育てていっています。 そして、理系の方の分野で申しますと、理系探究学習と申しまして、中学2年生。今年はちょっとコロナの関係でこれはできないんですが、バイオテクノロジー入門と申しまして、校内での実験だけではなくて、お隣兵庫県立大学さんと、例年は地下、実験室とお借りしながら、この兵庫県立大学さんとタイアップしながら、バイオのまずは基本を学び。 そして高校1年生では、東洋大学の全面的なご協力を得て、課題研究というものに取り組ましていております。さらにですね、国際交流プログラムとして、我々は先ほど申しましたように、高いコミュニケーション能力、それだけではなくて、相手のことをしっかりと思いやり、国の個性を重んじる、いわゆる多様性、ダイバーシティを身につけた生徒っていうのを育てようと、この国際交流プログラムを組み立てております。 中学1年生の時には、教員が選んだ英語の文章、これを表現豊かに発表していく英語暗唱大会を行い、中学2年生では、イングリッシュスプリングキャンプ、英語付けの2日3日っていうのを送っていく、このようなキャンプによって、徹底的に自分の英語の実践能力っていうのを、留学生、外国人のネイティブの先生と一緒に高めていきます。そして、中学3年生で、これは本校の大きな特色の、 えー、一つなんですが、全員がお世話ね。 方面にに語学学研修ホホーームムスステテイイ行くことががでででできますす、えー、校さんんも、えー、希望者で、えー、ホームステイをやっている学校は多いんですが本校の一番特色は全員が必ずオーストラリアの現在はアデレードかケアンズかどちらかのホームステイに参加してもらうことができます。えー、アデレードの方には本校の島、えー、妹校でありますブライントンセカンダリースクールという学校がございましてこちらのプログラムに参加させていただきホームステイを行う。ケアンズの方は雄大な大自然の中で 何日かを送りりそののの後語語学研修でしっっと自分の英語力てていうのを磨いていう磨くこのようにそれぞれ異なったプログラム、選んでいただくことができます。そして高校2年生では、これら国際交流プログラム、そしてキャリアフロンティアのある意味では総仕上げとして、カナダ、トンプソン・リバース大学、これは大学の定型校なんですが、この大学で課題解決型 PBL プログラムというものを本校は独自に構築しております。 えー、現在の複雑な国際社会の中で、えー、特にカナダというのは移民政策に大きく成功した国です。そのカナダにおいて移民を勉強し、そして世界の移民問題について考察する。このようなプログラムを2週間余りの中で、英語で全て成し上げていく。このようなプログラムを我々は高校2年生の夏休みに設定しております。 そして、これら国際交流プログラム、そしてキャリアフロンティアの集大成と我々が位置づけているのが、高校2年生に行う終了研究です。終了研究は高校1年生の後半からえ実際の研究に入ります。まあ、半年以上の時間をかけまして、自分が興味が持ったえ問い、 これに対しての研究を徹底的に深めていき、このようにして会議室であるとか、この記念ホールの場において生徒たちは発表し、活発に質疑応答を行っていきます。えー、テーマを一覧挙げておりますが、本当に多様なテーマを生徒たちは、えー、2期生ですので、現在の高校3年生ですけども、設定し、それを追求し発表してくれました。まあ、このように我々が重視している力というのは、問いを立てる力です。 いわゆる思考力判断力の一番の基本になるのは自分で疑問を持つこと。問いを立て。そしてその問いを、えー、立てた問いを解決していくため情報をしっかりと集め。その情報を人に納得できるように編集していく。組み立てていき。そして発信していく。自らの言葉で相手に伝えていく。 これは本校では例えば私が今やっているようなパワーポイントによる発表を行わしたり、それとかこの体験記念ホールの中でポスターセッションの形式でそれぞれがポスターを作って後輩や先生たちの前で発表する。またレポート形式で発表させるというこのように様々な情報発信の方法を本校生徒たちには身につけさせていっております。まあこのようにして我々は、えー トータルの学力として、生徒たちの学力を高め、社会に、そして大学入試に必要な力というのを身につけさせていこうとしています。さらに部活動について少しお話をさせていただきます。本校の部活動は、現在全員参加を原則としております。これだけのクラブっていうのが中学校の方にございまして、現在あの柔道部の方には所属部員がおりませんが、これだけのクラブというのが活発に今活動しております。 え少し写,写真の方でご覧いただきましょう。こちらが運動部です。えー、左上が弓道部。えー、また、オープンスコール等でもご覧いただけますが、えー、もう西日本最大の弓道場が香港にはございます。えー、高校の近畿大会が行えるくらいの弓道場なんですが、まあ、そこでえ日々練習をしており、えー、生徒たちは練習を励んでおります。また、これがフットサル部ですね。それからダンス部。えー、こちらの記念ホールの方での発表の様子。それから記念ホールでもう一つ活動しているのがバドミントン部です。 さらに、えー、文化部の方は左上が坂道部ですね。あの、本校は一般作法指導と申しまして、えー、と、作法指導にも力を入れておりまして、えー、中学生は一般作法だけではなくて、稼働、作動にも取り組ましていますが、その稼働、作動の先生に教えてもらって、この坂道部というのは週に3回、えー、活動しております。また、えー、姫路若菜の研究等でいろんなところで報道されております、科学部。 それから書道部。まあ、このように多彩なクラブ活動というのがですね、あの、現在展開されております。まあ、このようにですね、本校は、中高一貫教育により、大学進学だけではなくて、その先の成功を見据えた教育を展開して,いております。どうか本校を中学入試の選択肢の一つ、いや、大志望校にぜひ選んでいただきますようお願い申し上げたいと思います。